電動化アクションブルースイッチ。日産がこの日本で作り出そうとしている、そういう未来社会に向けた提言です。私たちは本気で日本を世界一美しい国にしたいと思ってます。世界中から日本にいらっしゃった方があって驚くぐらい美しい先進国にしたいと思っています。車も道路も街も社会もそして日本全体がとっても美しいブルーになる、そんな風に変えていきたいんです。なので皆様のお力が必要で、我々も皆様と一緒にいろんなところで貢献していきたいというふうに思っています。2018年の5月からですね、日本中の空を青空、青色に染めていきましょうと、環境の優しい電気自動車、排気ガスを出さない電気自動車で環境を良くしていきましょうということで、ブルースイッチと名付けた活動を始めました。これまで多くの自治体様、企業様のご賛同を得てですね、今回記念すべき100件目の連携協定が結べたということで、本当に嬉しく思っています。電気自動車の走る蓄電池としての価値ですね、社会インフラの一部となってきつつあるんじゃないかなというふうに思います。日産自動車は今後ですね、世の中の人々に災害対策や環境問題やエネルギーマネジメントをお役に立てるという実例をですね、ブルースイッチ活動の広がりと深まりを通してですね、感じていただいて、そしてこれがビヨンドモビリティの一つの実例であるということで分かっていただけることが重要じゃないかなというふうに思っています。